い、ご主人様、ワンタマ男の子 VTuber の犬山たまきです。そして熊谷拓馬です。よろしくお願いします。お願いします。熊玉街ブラ動画第4弾でございます。今回は何県に来ておりますか？これは、茨城の木ですね。茨城県に来ております、はい、茨城ではありません。はい、はい、来ましたね。ついに県外に来てしまったわけなんですけども。そうですね、2時間半ぐらい車で移動いたしまして、正直結構混んでたね。なんか道を頼んでましたね、あの平日だったのに割とね、うんうんうん、高速がね結構混んでましたね。平日の結構早めの時間に行ったんですけど、それでもだいぶ混んでましたね、うん、県外に、ね、出るところが、うん、さあどこに行ったんでしょうかということで、こちらはどこなのでしょうか。もう出てますけどね。おかげさまで祝25周年、25周年のすげえつくばワンワンランドです。やったー、僕がずっと行きたかったところ。犬山さんの生まれ故郷、もう生まれた、ここで生まれた、ここで生まれて出荷されたんですね、うん、そこ出荷ってなんだ。犬好きの楽園でございます。楽しみすぎる、うん、さあチケットはなぜか熊谷くんに買ってもらいました。なんでだっけ分かんない、財布が出せなかったっていう。なんか俺が買った、なんかそれぐらいの理由だったんですけど、うん、これ大人1500円とかだったんですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。そしてウェルカム犬がお出迎えしてくれました。寝てますけど。姫ちゃん、うちの飼ってる姫ちゃんに似てますね。姫ちゃんオルタ、姫ちゃんオルタ。片方はもうずっと寝てましたよ。寝てた、疲れてる、まあ、疲れてるよね。でも言うて多分着いたのがお昼過ぎとかだったと思うので、はあ、お昼過ぎでもう疲れてたね。ちょうどお昼寝の時間なのかな。あ、まあかもしれない。さあこのウェルカム犬なんですけど、帰りは別の子がいましたね。そうです、覚えてます？確か、うん、確か別の子がいたはずです。そして熊谷くん、この犬の建物なんて名前か知ってるかい？ワックン、モックン、ニックン、モックンです、はい、おかげさまで25周年のモックンです。なんかこれ熊谷くん、この歴史の画像を見たときに、あ、これ春夏秋冬で色変わるんだとか言ってたんですけど、衣替えしとるかなと思ったらそんなことはないです。歴代塗られてた、そう、歴代塗り足しの秘伝のタレみたいな感じで、多分上から ね足して足して刺されていった末現在4代目に4代目はなんかだいぶ明るめの色の柴犬ですけど ね、はあ、初代はね割とその辺にいそうな感じの犬なんですけど、これレカっていう中、うん、これが限界や今の俺たちにはっていう感じで、まあ、木をそのままね自然であしらった感じになってますけど、で16年空いてんのかな。結構2代目になるまでに、だいぶ初代だいぶ頑張った、だいぶ頑張った2代目になるまで16年ぐらいかかってはい、ということでね、入り口から入りましてワンワンランド着いたわけなんですけども、多分軌道に乗ったんだろうね、2012年ぐらいまだそのモックの話して、ね、経営がいつまでもモックの話してということでワンワンランドで何が待ち受けているのでしょうか。皆さんはお楽しみください。どうぞ。え、どうぞ言わない、うなずいてる。え、何この人俺も言わないといけない、何この人さあワンワンランド到着いたしましたら、ちょうどお時間的になんかワンワンショーやっておりました。寝てますけど。寝てますけどね。寝てます。この子名前なんだったっけね、ビーグルの何々ちゃん、スモモちゃん。お、すごい、めちゃくちゃ記憶力いいな名前覚えてないのにね俺すごいね。あ、なんでノリプロのメンバーの名前覚えないのにスモモの名前覚えられるんだ。犬の方が印象強いのかな俺にとっては犬の方が印象が強いのか。最悪だよ、多分クマクマの中では、まあ、犬好きですから、うん、あの他のね、あの同僚よりも犬の方がカーストが高いんでしょうね。確かにそうかもしれない、申し訳ない、はい、まあ、それ言うともう可愛かったからな、怒られそうだから、あんま そこ広げるとあんま広げると怒られそうだから大丈夫、もうすでに怒られてるんで心配しないでください。怒られてるの俺。ということで、まあ、スモモちゃんとワンワンショー何やるのかっていうと、なんとビンゴゲームに参加できますよということで、500円をね払うとビンゴカードがもらえたんですけどまあちゃんとね、今日、飼育代にね、あ、そうそうそ そうワンちゃんのね、はい、まあ、いろいろ餌代とかになるのかな、ね、と思うんですけども、はい、なんかボールをね、参加者の方が投げまして、スモモちゃんがゲットしてくるっていう、うん、でそこに数字が書いてあるんだよね。そう、それでビンゴしてくっていうんだけど、なんかずっとね、うん、スモモちゃんは見たら分かる通り、うん、ずっと荒ぶっとった。そう、ずっと優柔不断で、うん、係のお姉さんがずっと困ってたね、うん、ずっと遊んだ、無限に遊んでた、早く選んでってすごい困ってたね、うん、まあ、ちなみにビンゴは当たりましたか、熊谷くん二人とも外れて全く当たらなかった、うん、箸にも棒にも引っかからなかった。いや結構難易度高かったよビンゴ、うんうん、なんかね、その番号が1から8ぐらいまで振ってあって、うん、下一桁の番号で開けていくってやつなんですよ。そうね、まあ、だからスモモが2番拾ってきたら2番12、22、32みたいな感じで開けるってやつだったんですけど、まあなかなか当たらなかったですね。そうね、当たらなかったね、うん、全然、まあ、当たったとしてもや、
まあね、うん、当たってもらえるものなんでしたっけ、なんかスヌーピーのグッズみたいなのもあったよね。あ、そうそう、でも、うん、犬の散歩券みたいなのが無料で、うん、もらえるのかな。あれは結構熱いアイテムでしたけどね。ちょっとビンゴは残念でしたが、まあ、スモモが可愛かったので堪能できましたということで、うん、はい。さあということで、僕が一番楽しみにしておりましたふれあいコーナーにやってまいりました。いっぱいいるが、めっちゃいる、めっちゃいましたね、本当に。何匹いたんだろう、100匹ぐらいいた。そんなにはいない。あー、なんかモップみたいなのいる。すごいよね、あの犬すごい黒いやつ。近くで見てもモップでしたね。すごい、オサみたいな。ドレッドヘアだった、うん、かっこいい。あとはこれ、赤いの、みたいなのがいる。赤いのすげえよな、これ。かわいい、うん、ここのね、ワンワンランドのワンちゃん、みんな元気だった。まあ元気でしたよね、うん、あとすごい手入れされてたみんな、うん、その飼育員のお姉さんがずっとこう見守ってて。あ、そうです、ね、なんかこう耳掃除が必要な犬とかもまあいるんですけど、うん、犬掃除、犬掃除じゃない、犬掃除、犬掃除怖っ。犬掃除は怖いやろ、さすがに。まあ耳掃除をねして回ってましたね。そう、あと常におしっことかしたら、うん、モップ持ってすぐにね拭いてくれたりっていう、ね、お姉さんが回ってましたね、うん、まああと犬がなんかこう来てくれた人にちょっと悪さしたりとかするとお姉さんがすっ飛んできてなんかずっと注意されてましたね。悪い犬いましたね。悪い犬いたね。悪ワンコいたね。悪いワンコはすごい怒られてましたけど、ずっと怒られてる、ずっと怒られてるワンコいた。そう、あとね、あのこのミニチュアダックスフントがねずっと僕の紐を噛もうとしてましたね、靴紐。そして僕のこのね高いワンピースをねつついたり、そして逃げられる。久しぶりのイマジナリー出ちゃう。イマジナリー定期的に出ますから、うん、改めて見るとすげえな、モップ。このモップ犬すごいよね。顔どうなってるね、目見えてんのかな。すごいっすね、本当に。これって、うん、こういう毛束なんですか、それとも。いや、さすがに美容院でやってると思うんだけどな。あえてこうやって固めてるんだと思う。すごいもんね。トイプードルが襲われてますね。こっちはあれですね、小さいワンコゾーンですね。そう、小型犬ゾーンと大型犬ゾーンがありまして、うん、そうそう、2個あって、まずは小型犬からたしなんでいくっていう、そういうスタイルで、そう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 、やったんですけど、なかなかね、あのね、最初懐いてくれなかった、あんまり小型犬たち、うん、人懐っこい犬は僕たちちょっと後から入ったんで。あ、そうだね。人懐っこい犬はもう初手から最初に入った人のところにもう付きっきり抱っこされてた。そう、だから1回目入った時はね、こう人懐っこいワンワンはみんな取られていたんですけど。だいたい僕らが追ってた。そうそうそう。でも2回目入った時は、はい、まあ初手で入ったんで。そうですね。だいぶその抱っこしてほしそうにしてるワンワンがいっぱい来てくれましたね。宮さんお気に入りのワンコロはいたんですか。そう、なんかね、テリアっぽい犬が3匹同じ感じのビジュアルの子がいて、はい、うん、その子をね2匹ゲットして2匹抱っこしておりました。ずっと抱っこしてましたね。幸せ空間。でもその子におしっこかけられた。そうね、その子、うん、でもちなみにあの犬は抱っこされる人は誰でもよかったんですよ、実は。試しにリリースしてみたら他のね人のところに行って抱っこされてましたもんね、すぐ。してたけど。そう、なんか最初3匹そのテリアがいて、はあ、2匹僕の膝の上に乗ってて、クマクマの膝にテリア1匹と、もう1匹なんかビーグルみたいな子。そうですね、ビーグルですね、僕が座ってたんだけど、はい、クマクマがだんだん重たいからリリースするって言って返しちゃって。そう、解放してったんですよ、だんだん犬をね。そう、で、なんか犬山さんのそのもう1匹貸してって言って貸したらリリースされて、どんどん僕の足元から犬がいなくなっていくっていう。そう、犬山さんに持たれてる犬は僕はあの1分おきぐらいに開花して、はい、外行こうねって解放して、全部リリースされて別のお姉さんのところに抱っこされに行ってた。誰でもよかったっていうね、抱っこされるのは。なんだったらお姉さんの足にまとわりついてたからね、はい、ね、抱っこしてっつって。さあ来ました、大型犬コーナー。来たはいいんですけど、なんかスローモーションになってますよ。なんかシワ、肉感がモコモコってニュラニュラして、うん、可愛いけど、ちょっとね、ミスってねスローモーションに撮っちゃったんで、ちょっと動画室さんに後でこの動画以外は直してもらおうと思うんですけど、あえてこういう質感で撮ってんのかなっていうレベルでちゃんとスローモーションになって、そうそうそう、お腹のお肉がプルンプルンしてます、ね。そう、まあ、ある意味マニアの中では評判がいい動画かもしれないですね。まあ、これだけ見てても多分飽きない人は飽きない。まあね、犬好きはたまらない動画だとは思いますよ。これ犬山さん、大型犬は別に怖くはないですか、これ。大型犬、まあでもこの子たちやっぱしつけされてるから飛びついてきたりしないし、まあ、怖いはないかな。怖いはないですね、うん、めっちゃ強そうな犬何匹かいましたけど、もうまあ見てもらえれば分かる通り、まあね、だいぶでかかったですよ。まあ有名なところで言うと、ハンターハンターのキルアのお家で飼われてるボルゾイっていう有名な犬だったりとか、はい、あと最近アニメ化決まったスパイファミリーの、はい、あの犬、スパイファミリー読んでる？
いや両方僕が言った情報ですよね確かそれ、うん、犬のところでそれはそうそれはそう当時犬山さんが、うん、あのね、うん、あの犬なんだろうって言ってるのえそれスパイファミリーで犬じゃないえなんで気づいたの僕なんかの漫画で見た犬って思ってて、うん、なんかの漫画の犬なんかの漫画の犬それかもしかしたらハガレンの可能性もありますいたわいたわハガレンのあのみんなのトラウマハガレン二巻のあれか勘のいいガキは嫌いだよの、はい、あのお家にいた犬の可能性もなきにしもあらずでもスパイファミリーの犬でもあるんだよそうですねやっぱこの犬の犬種自体結構有名なのかな漫画にすると入るもんね、まあ、まあしやすい感じはしますけど、うん、さあ冒頭に出てきましたもっくんの建物なんと中に入れるとのことでこれいりますこの動画これ大事だろ僕が動画回してたのを思い返す限り、うん、話すことないっすちなみにこれ、はあ、すごい臨場感たっぷりに撮ってるじゃないですかはあ、まあ、登っていくわけですよまあまあまあケツからねもうネタバレするとはいなんもないよ登った先に何かあるのかなっていうワクワク感でも撮ってますけどないよなえ僕はないと思ってたよえそうなのないと思ってたしなんか出るところから入るっていう違和感ああそっかそお尻から入ってるもんねお尻から吸収されてくなんか若干の違和感を覚えてた俺は入ってて一人人間は、ね、マジでさ、うん、僕のこの撮り方がもうワクワク感あるもん僕はワクワクしてたからそうなんですかうんでもくまくまはワクワクしてないのかさっさと上行っちゃったえだってどう考えても何もないでしょいやなんかあんのかなって思ったのモニュメントとかあんのかなって思ったらまあ全容を見渡せるっていう、うん、全容を見渡、うん、まあ、うんまあいいよ全容見渡せてちょっとね、うん、日も暮れてきていい感じかなみたいなうん山すごいな振り絞った話題が山山だね以上さあもっくんのケツの穴から出てきた僕たちはちょっと、はいはい、入りきたないな排泄物として排泄物として僕たち出てきたんですけ ど、はい、ここでね事件が起きてしまいましてうーん俺は事件と呼べるほどではないと思うんですけどねいやなんかね、まあ、ここに、まあ、檻の中にいるワンワンたちがたくさんいたんですけどそうです、ねまあ、今僕がカメラ近づけてるんですが、はあまあ、みんなね可愛いつぶらな瞳で見てくるんですよそうです、ね、何やってんだろう、うん、みたいなって感じなんですけど、はいまあ、このねちょっと黒い犬がいると思うんですがこの子ですねはい今ね熊谷くんが隣に来ましたはい死ぬほど吠えてます、ね、死ぬほど怒ってますずっと吠えてるめちゃくちゃ吠えてるあのねほんまにどうしたの君これね右往左往僕ねしてるんですけど今熊谷くんがね左右に動いてるんですが追っかけ回してずっと吠えてます僕にだけめっちゃ吠えるんですよ他の子も吠え始めます、ね、めあんなにいい子だったあの、ね、ダックスフントも吠えております何にもしないのに瞬間で嫌われた本当になんでなんだろうずっと吠えてたよねずっとマジで僕でクマクマが遠くに行くと吠えるのやめるやめる僕のこと見つめてるだけなので近寄ると吠え出すそうちょっとなんか一定の距離まで近づくとみんな死ぬほど吠えるっていうマジで本当に俺何にもしてないのにうん辛かった、まあ、やっぱ排泄物だからじゃねいや犬山さんもだったんだけどなさあワンワンランドの名物と言ってもいいんじゃないでしょうかワンワンレース開催でございますなるほどレースが開催されるんですねそうあのね競馬のワクワクをちょっと感じてあーでもそうだね、うん、まあ掛け事はもちろんできないんですけど、うん、ちょっと競馬っぽいなと思いましたそう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 なんかまあ犬の紹介がまずありまして、うん、でまあどういう感じの子だよみたいな説明があった後に、はい、自分の推しのワンワンに500円で予想することができるんですよねそう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 まあそしてレースが始まりましたということでみんな勢いよく走っていくんですけどビーグルめちゃくちゃ強いで小型犬の、ね、早すぎレース僕確か6番だったっけなお6番の方そう今わちゃあの花壇でわちゃわちゃしてた僕はね後方から来てるあの黒いテリアかな、うん、にかけたんですけどかけたって言わないかお金をね払ってみたんですがまあまあダメでしたね後ろもかわいい、まあうん、他の後ろの子たちねあゆっくりチコチコ来てるねビーグル早かったっすねはい結果的にこれ当たってた人ビーグルのマスコットというか買ってた方は1名しかいなかったですねうんうんそうですね僕たちは外れましたはずです、はい、
さあワンワンランドを去りまして、僕はもうあそこに一生住みたかったんですけども、まあ、近くになんと筑波山神社がありまして、まあ、せっかくなんで僕神社結構好きなんでね、行ってまいりました。ああ、神社好きなんですね。うん、神社実は結構好き。僕はまあ別に、まあ、好きでもなく嫌いでもなくだったんで、うん、まあ行かなくても僕は結構行きたかった。なんでそんな行きたかったんですか。いや、僕もともと巫女さんのバイトやってたから、かんあんま関係神社好きなんよ。あんま関係なさそう。神社好きなん、 あんま関係ない、うん、そこで神社好きになったところあるからまあでもね、これ道中が結構山道で、まあそうですね、珍しく僕おしゃれをしておりましたので、ちょっとヒールがね高い靴を履いてたんですけども、もうそのせいで今ねすねめちゃくちゃ痛い。前の方が痛いですね。前の方が痛い、あのヒールだから前の方に重心かかるんよね。犬山さんね、時速50センチぐらいだったからね、マジでめっちゃ遅くて、ほんまに若干イライラしとったクマクマがもう置いてこっかなって顔何回もしてた。あのね、うん、あの割と険しい道が多かったですね。多かった、ね、うん、上り下りが多いところで山だから、ね、だって他の人みんなさ登山の格好してたもん。そう、ちゃんとね、筑波山に登るみたいな人が多かったから、そうちゃんとリュックとか背負って、うん、割とね本当に登山する格好。いや、もともとだってさ、ワンワンランドに行くっていう目標だけで、まさかこんなに筑波山神社が近いと思ってなかったから、うん、あ、近いなら行きたいなって思って、それぐらいにこうフラッと行ったら、あ、全然フラッと行くところじゃないここってなった。で、犬山さんは、うん、厚底ブーツ履いて、はい、で動きづらいワンピースで、さらにあの体力ないも相まって、うん、マジで本当に遅くて、俺は置いてこって50回ぐらい思うちょっとね気合い入れておしゃれしたのがあだになりましたね、うん、普段適当な格好をしてたのにもかかわらず。そうですね、まあ、せっかくおしゃれしたらダメでしたね、まあまあ、ということで茨城県を去りまして、帰りはね、日本橋どっちだろうか。東京の場合はどっちだっけ。ね、日本橋な気がする。おう、きっとコメントで今教えてもらえてることでしょう。2分の1、はい、のポケモンセンターに行ってまいりました。ハードスケジュールすぎね。笑った。いや、詰め込みすぎだよね。なんかせっかくだったらポケセン行きたいよねみたいな感じになっちゃったんですけど、めっちゃ俺運転東京茨城東京っていうのを旅しての初業かって思うのね、ことですけどね。熊谷くん、次の日1日寝てましたね。17時間か18時間ぐらい寝ました。一生連絡取れないなって思ったら一生寝てたっぽい。人生で一生寝ました冬眠の次に寝た。まあ、 冬眠せず配信してほしいところではあるんですけども、ほんまに寝た人間ってあんな寝れるんだってレベル。まあ寝れるだけ健康ですけどね。まだ体力あるんだなって思いました。ありますね、はい、はい、まあ、ということでワンパチグッズ買ってきたんですけども、はあ、あの店員さんがすごいフレンドリーな方 でしてね、めっちゃ話しかけられてた、そう、なんかワンパチで揃えたんですねってなんかすごい大きい声で言われて、そんな威圧的ではなかった。いや、なんかもうちょっと優しく言ってくれて、あのね、きれいめなお兄さんで、その時点で僕は結構固まっていたんだけど僕は下向いてて、うん、あ、うん、あ、あ、はい、ワンパチ、あ、ワンパチ好きなんですねみたいな、そんぐらいです。ははって感じでクマクマが対応してくれてました。まあ、そんな感じでね、あのワンパチグッズもゲットできて、僕はまあルンルンだったわけなんですけども、はあ、どうでしたか熊谷くん。つくば遠かったけど楽しかったですね。くっそ疲れました。またワンワンランド行きたい。え、次はスポッチャ行きたいですよ。あ、ラウワンのね。あ、ラウワンなんだ、スポッチャ。スポッチャはそれすらもう分かってなかった。スポッチャ行きたいってだけ言われてたから、まあ、スポッチャも運動施設なんで、うん、僕はつか運動施設に行きたいんですよ。そうか、動物園はいつ行くの。動物園は分かりました。え、今まで犬山さんが行きたいところずっと行ってきたから、え、次は僕が行きたいとこっすよ、さすがに。行くなら次回があるか分かりませんが、皆さん次回もお楽しみにこれで終わるならまあしょうがないって感じで、行ってほしいところコメントで教えてね。スポーツ施設以外でお願いします。みんなスポーツ施設を教えて、みんなお願いします。またね。じゃね。スポーツ施設か、そこしかね。ジャージ買ってよ。じゃあそこしかね。ジャージをプレゼントしてくれ。キリをよく終わらせろ。